コーヒーがまずい。煮しめたようだね。このコーヒーで僕は勉強させていただいたんで、今どんなコーヒーでも美味しいです。うまい。俺あれでコーヒー嫌いになったの俺。
ーヒー一杯でどこまで粘れるか、そうそう、私6時間半うわでね、コーヒー飲んじゃうとあれですから、コーヒーをとにかく冷めるまで飲まない、うん、で冷めてから少しずつ飲む、でずっとやってもうなくなっちゃうと、これ持っていかれると、うん、あいつ追加注文してもらうの困るっていう目線になるから、うん、少し残しておく、うん、でももうダメだと言ったら飲んじゃう、うん、あのミルクをあのついてますよね、あれをこう入れて、で今度水を入れて、で砂糖を入れて、でいわゆるちょっとまあミルクみたいな形にして、うん、これでまあ大体2時間ぐらい持たせるんですよ。嫌な客ですね、また。でも最後の最後はもう水だけです。最後の最後は水だけです。その頃はもうさすがにいいかなと、元は取ったなっていう。ポジもう不思議な制度だよね。ジャズキジャズキさんは知ってます、うん、いや、まあ、名前もちろん知ってますけどね、うん、行ったことほとんどないですね。あれあの、でも、世界でジャズが生まれて日本で育ったのがジャズ喫茶っていう花ですよね。そうですね、他にないですね、絶対ですよね、そう考えると。どう思いますか、そのジャズ喫茶。いや、異様ですよ、僕には。だからさっき言ったようにもう完全にカルチャーショックで3、4回は行ったかもしれませんけどね。それはまだステレオ買う前ですから、レコード聞きたくて聞けないですからね、うん、ステレオ買った後は一度も行ってないんじゃないかしら。やっぱり嫌ですか、ジャズ喫茶。僕は、うん、暗くてね、その喋っちゃいけないっていうのが大体何言ってるっていう、ね、うん、感じでしたからね、うんうん、そういう意味じゃ勉強しに行くようなとこでしたもんね。そうそうそう、勉強するとこなんだ、うん、あれ、うん、不思議なファンクラブでもあるんですよね。そう、うん、でもみんな嫌ですよ、友達になりたくないですよ、うんうん、どれ一人とっても、うんうん、で全員が自分が一番偉いと思ってるから、そうなんです、うん、ジャズは俺に任せろ、任せろ。ではここでジャズ喫茶に欠かせない2大アーティストです。マイリス・デイビスで So What、 そしてジョン・コルトレーンで Impressions。 どうぞ。
奨励も随分初期から中期後期と変わった人でね。そうですよね。これやっぱりすごい人で、これ以後コルトレーンの影響を受けないテナーサックスの奏者っていないんじゃないですか。そう、ほとんどいないですね。いないですね。みんな一度は通ってますね。一度通ってるね、はい、すごいんです。やってることは新しいことをやったし、でも俺嫌いなんだね。あ、そうなんですか。そうですか。好きじゃないんだよね。僕はどこが嫌いか分かります？これね、周りが当時のジャズ喫茶行ったところ、周りがあまりにもコルトレーンって言い過ぎたの、の反動もあるんだけどね。そうですよね。僕コルトレーン好きなんですけど、ね、好きなんですよ。やっぱりほら、バイルスが帝王だったら、なんかコルトレーンは神様っていう、なんかそんな感じでしたね。僕はもう亡くなってからですから、聞いたのは実際の生は見てないんですよ。まあ、早く死んだ人なんですよね、コルトレーン。67年に亡くなってるんですよね。ですからライブインジャパンっていうのは僕は見てないんですけど、タモリさんご覧になりました？いや、俺も見てない。嫌いだったからね。あ、そうですね。でも好きな人でもあのライブはちょっと嫌いになっちゃうようなあれですね。レコードで僕は聞いたんですけど、もう唯我独尊っていうんですか、一人だけ延々吹いてんですよ。だからそれはさすがに僕だから、やっぱりいろいろ変遷してるんですけど、僕も史上の愛までのコルトレーンっていう、ちょっとどっちかというと、ファンですね。それ以降のアセンションとかだと、アセンション分かんないですよね。あった、結構過激なことやってましたよね、あの当時にしてはすごかったと思いますよ。ちょうど同じ頃のレコードで、ね、あのヴィレッジヴァンガードっていうニューヨークのライブハウスのライブアルバムありますよね。あれは僕は中学生ぐらいの時にやっぱ友達に聞かされてね、もう本当にぶっ倒れましたね。あれはすごいと思いました。未だにあれは評価高いレコードですね。ヴィレッジヴァンガードのコルトレーンってやつはね、一番有名なマイフェイバライトシングスでしたっけ、あれは彼の中期ぐらいになるんですか。いや、それさらに1年ぐらい前ですね。60年ぐらいのレコードです。そうですか。あれはやっぱりでも一番あれなんじゃないですかね。コルトレーンで何が好きって聞かれた時に、やっぱりマイフェイバライトシングスってとっつきやすいし、とっつきやすい、やっぱりすごい人ですよコルトレーンは。すごいですね。すごい人ですよこの人は。でもこの辺の人の演奏、映像となるとね、アメリカのテレビってめったにないですね。そうですね。今のも、コルトレーンがドイツのテレビだったんですけど、あとはミンガスと一緒に同じエリック・ドルフィーが出ているのが、ノルウェーとかスウェーデンとかああいうところですけどね。ヨーロッパがなければあの手のミュージシャンは活動できなかったんでしょうね。あ、そうですね。未だにそうですよね。そうですね。みんなツアー行きますからね。ヨーロッパと日本がなければアメリカのジャズミュージシャンはもう生計が立たないって言いますからね。その通りですね。それだけヨーロッパじゃまだジャズが真似できなかったんだね。要するにあの音楽をもう芸術として捉えてましたからね、アメリカではもう逆に人種差別でもう、まともに聴いてもらえなかったっていう時代が長かったんじゃないですかね。
ズくんどこを魅力っていうのちょっと最後にその場限りの感動っていうのかな、僕はかなりそれに尽きる。あともうブルースが大好きな人間ですからね。あ、ブルースは好きなんですか。うん、だからこってこってものブルースも聞きます。もう大好きです。もともとそこから入った人ですから僕は。ローリングストーンズ経由でね。へえ、うん、じゃあ随分前のあのモノーラル版で合ってる戦前のブルースも聞きますよ。聞きます。大好きです。ロバート・ジョンソンとかね。その道じゃないとわからない名前のあのじっちゃんがやってるああーめがらなーやつも聞きます。もうたまりません。へえ、はい、面白かったですね。たけしさんは。僕はまあちょうどその青春期に聞いたっていうんで、うん、やっぱりジャズを聴くときに青春を感じちゃうんですね。あ、でジャズの魅力って言われても、うん、なかなか難しい。あのいろんなタイプがあるじゃないですか、うん、でも僕にとってやっぱりリラックスできるっていうことですかね。ジャズを聴くっていうことリラックスできる、うん、コルトレーンのあの激しい、まあ、なんていうんですかパッセージみたいなもんでも、うん、あの音が僕にとってはリラックスさせてくれるっていう。私はコルトレーンではリラックスできないんですということで、明日はまたちょっとさらにですね、違ったお持ちでジャズの深みにハマってみたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。